及川駅は、福島県川沼郡湯川村大浅港浅、まさ港にある、東日本旅客鉄道番越西線の駅である。朝夕の一部と日中の一本を除き普通列車も、通過し、利用できる列車は、上下後往復の軌道車列車のみである。ただし、日橋川、川の祭典花火大会開催時に運転される、臨時列車は、電車で運転され、当駅に停車する。 1934年に、機動車が藍津地方に投入されて、タンク間で運転されるようになり、これに伴ってバスへの対抗を兼ねて、駅を増設することになり、設置された駅である。この関係で長距離を運行する列車は通過し、区間運転の列車のみが停車する駅である。同様の駅は、戦時中の石油消費規制により、起動車が一度廃止された際に一緒に廃止になったり、 存続したものでも戦後の運行形態の変化により、全列車が停車する通常の駅に変化したりしたが、合津若松北方間には、当初の運行形態のまま、一部の列車のみが停車する駅が残存している。単式ホーム一面一線を有する地上駅。小さなプレハブ小屋のような駅舎がある。無人駅であり、合津若松駅が管理している。 2004年度の1日平均乗車人員は27人であった。駅名は開業当時の所在地が追川村だったことに由来する。追川村は昭和32年に小城村との合併で湯川村となった。ありがとうございます。